聴取いたします。小泉環境大臣。委員長、おにぎり委員の時間もありますので早口で失礼させていただきます。令和3年度環境省所管一般会計予算及び特別会計予算について、その基礎となる環境政策の基本的な考え方をご説明いたします。環境省は今年、環境省創設から50年、環境省設置から20年の節目を迎えます。この間、水俣病をはじめとする公害問題から気候危機へと課題が拡大する中で、環境省は人の命と環境を守るという環境省設置以来不変の使命を果たすべく、社会変革担当省として各省との連携を強化し、さまざまな課題に全力で取り組んでまいりました。現在、コロナ危機と気候危機という2つの危機に直面する中で、世界ではグリーンリカバリーなど急速な経済社会変革が進められており、脱炭素の大競争時代に突入したことを認識することが重要です。世界最大の投資分野である脱炭素分野で技術や市場を獲得していくことは、日本の成長戦略としても不可欠であると考えます。環境省としては、コロナ前の社会に戻るのではなく、脱炭素社会、循環経済、分散型社会への3つの移行を加速させ、持続可能で強靭な経済社会へのリデザイン、再設計を一層強力に進めてまいります。現下の経済状況で苦労されている産業への移行支援を行いながら、移行せずに元の社会に戻ることの方がリスクは大きく、世界の潮流から取り残されかねないという認識を国民の皆様、経済界、社会全体と共有できるよう全力を尽くしてまいります。以下、昨年の進捗を振り返った上で、今後の重点政策として4つの柱に加えて、国際連携、原子力規制について述べさせていただきます。昨年は気候変動政策をめぐり、3つの C に風穴が開いた1年となりました。3つの C とは、石炭、コール、政策の見直し、2050年カーボンニュートラルの宣言、そして環境省が長年検討を進めてきたカーボンプライシングです。石炭火力発電については、昨年7月に決定したインフラ海外転換に関する新戦略骨子において、相手国の脱炭素化に向けた方針が確認できない場合などは、新規輸出プロジェクトへの公的支援をしないという原則へ転換いたしました。また先の臨時国会での菅総理の所信表明演説において、我が国として2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指すことが宣言されました。さらに年末には、菅総理から梶山経産大臣と私に対して、カーボンプライシングについて連携して検討を進めるよう指示がなされました。こうした進展を踏まえ、今年は環境政策をさらに前進させるべく、4つの柱を立てました。1つ目が4本の法案、2つ目が国地方脱炭素実現会議、3つ目がカーボンプライシング、4つ目が福島の復興です。1つ目は、今国会に提出予定の4本の法案です。法案の1本目は、地球温暖化対策推進法の改正案です。2050年までの CO2 排出量実質ゼロを目指す地方自治体であるゼロカーボンシティは、すでに270自治体を超え、人口規模で1億人に迫ろうとしています。また民間企業や金融機関による脱炭素経営や ESG 金融の取り組みも加速しています。2050年カーボンニュートラルを法律に明記することにより、こうした取り組みの方向性を確固たるものとするとともに、地域の再生可能エネルギーの利用促進に向けた円滑な合意形成等を図るための制度を導入したいと考えています。法案の2本目は、プラスチックにかかる資源循環の促進等に関する法律案です。循環経済が世界の大きな潮流となる中、我が国には自動車の部品を再生して、新たな自動車を生産するカートゥーカーの実現に向けた取り組みをはじめ、先進的な技術やソリューションがあります。今回の法案は、プラスチック製品の環境配慮設計から使用後の処理まで、プラスチックのライフサイクルにわたり総合的な対策を進めることで、資源循環ビジネスの活性化を図り、資源生産性の向上を通じて、我が国の競争力の源泉とするとともに、世界のグリーン成長へ貢献するものであり、いわばサーキュラーエコノミー新法というべきものと考えています。これらに加え、自然公園法の改正案及び瀬戸内海環境保全特別措置法の改正案についても提出を予定しています。2点目は、環境省が事務局を担い、官邸で開催されている国地方脱炭素実現会議です。2050年カーボンニュートラルの実現に向けた社会変革を進めるためには、今後30年間のうち、この5年間、10年間が重要です。2025年までの5年間を集中期間として、脱炭素のモデルケースを各地に作り出し、次々と先行地域を広げていく脱炭素ドミノを実現します。そのためのロードマップを策定し、環境省内、省庁間、国地方の3つの縦割りを打破して、全力で取り組んでまいります。具体的には、地域における再エネ導入倍増に加えて、2035年までに新車販売で電動車 100% を実現する目標に向けた EV 等の普及加速や、脱炭素型ライフスタイルの普及を進めるための措置を盛り込むべく、検討を進めてまいります。2030年の排出削減目標については、並行して検討を進める地球温暖化対策計画の見直しにおいて、新たな長期目標と整合的なものとなるよう検討を行います。3点目は、カーボンプライシングです。
今後5年10年でカーボンニュートラルに向けた社会変革を進めるためには、技術のイノベーションのみでは間に合わず、ルールのイノベーションが不可欠です。炭素への価格付けを通じて、脱炭素に向けた行動変容を促し、CO2 削減への努力が報われるようにするための仕組みであるカーボンプライシングは有力な政策手法の一つです。中央環境審議会での議論を進め、経済産業省と連携し、幅広いステークホルダーとも対話を重ねながら、成長戦略に資するカーボンプライシングの検討に取り組み、前進の年にする決意です。4点目は、震災、原発事故から10年を迎える福島の復興です。環境省の最重要課題である東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故からの復興に向け、この10年の節目にあたり、福島県内の除去土壌等について、2045年までの県外最終処分の実現に向けた取り組みを前進させる決意を新たにし、再生利用、県外最終処分に関する全国での理解醸成活動を強化するなど、取り組みを進めてまいります。また、帰還困難区域を除く県内除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送について、来年度末までのおおむね完了を目指すとともに、仮置き場の早期解消、特定復興再生拠点区域における家屋等の解体除染、福島県内外の指定廃棄物等の処理などを安全第一で着実に実施します。さらに、福島の本格的な復興再生という次のステージに向け、3つの柱を中心に取り組みを進めます。1つ目が、福島県産の再生可能エネルギーの利用促進等による脱炭素に向けた取り組み、2つ目が、自然資源を生かした地域の魅力向上等の風評対策、3つ目が、子どもたちへの震災原発事故や環境再生の記憶の継承などによる風化防止です。環境省の総力を挙げて、福島県とともに未来志向の環境施策を推進します。続いて、国際連携について申し上げます。世界が脱炭素社会への移行と、新型コロナウイルスからの回復という2つの課題に直面する中で、元の社会に戻るのではなく、持続可能で強靭な経済社会へのリデザインを世界に発信していきます。その上で、今年の狙いは3点あります。1点目が、気候変動コップと生物多様性コップの2つのコップの成功。2点目が、パリ協定に復帰したアメリカとの連携。3点目が、インド太平洋の脱炭素で持続可能な社会への移行支援です。第1に、気候変動枠組み条約の COP26 については、議長国のイギリスとも連携して、市場メカニズムに関するパリ協定6条のルールの合意に向けて、国際的な議論を牽引していきます。また、COP26 までに、意欲的な2030年目標を国際社会に表明します。生物多様性条約の COP15 については、新たな世界目標であるポスト2020生物多様性枠組みの議論がなされる重要な会議であり、その成果を我が国の新たな生物多様性国家戦略の検討に反映するとともに、我が国初の里山イニシアティブの経験に基づき、各国の新たな国家戦略の策定に貢献するなど、国際連携を推進します。第2に、アメリカとの連携です。バイデン大統領は就任早々パリ協定への復帰手続きを取り、気候危機を外交政策、国家安全保障の中核に据えることを表明しました。アメリカの政権に初めて設けられた2つのポストに就任したケリー気候変動特使とマッカーシー国家気候担当大統領補佐官とは、就任直後から対話を重ねており、4月に開催される気候サミットに向け、日本の取り組みを発信する準備を進めるとともに、今後、具体的な日米間の協力を進めていきます。第3に、インド太平洋については、今月合意したインドネシアにおいて、我が国が支援する化石燃料に変えて、ゴミを燃やす廃棄物発電の第1号案件を皮切りに、環境インフラの海外展開を通じて、脱炭素で持続可能な社会への移行支援を進めてまいります。中国については、日中韓環境大臣会合の枠組み等を活用しつつ、世界全体でのピークアウトを早めるための実効的な取り組みを促すなど、我が国として各国と連携し、世界の気候変動対策を主導していきます。このほか、石渡し産防止対策、PCB 廃棄物処理、海ごみ対策、水俣病対策、動物愛護管理等も着実に推進します。原子力規制委員会については、厳格な原子力規制活動を支える安全研究の推進および放射性モニタリング体制の強化を図るとともに、原子力の安全確保にかかる人的基盤の強化等に取り組みます。最後に、これらの施策を実行するための令和3年度環境省所管一般会計予算及び特別会計予算についてご説明します。一般会計予算では総額3232億円余を計上しております。次に、特別会計予算につきましては、エネルギー対策特別会計に総額2012億円余、東日本大震災復興特別会計に復興庁所管予算として総額3646億円余を計上しております。なお、委員のお手元に配布されております環境省所管一般会計予算及び特別会計予算の主要施策については、お許しを得て説明を省略させていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。ありがとうございました。この際お諮りいたします。ただいま小泉環境大臣から申し出がありました
環境省関係予算の主要施策の説明につきましては、これを省略して本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上をもちまして、環境省所管についての説明は終わりました。質疑に入るに先立ちまして、分科委員各位に申し上げます。質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行にご協力をお願いいたします。また、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。はい、鬼木誠